粒子砲でございます。なんか長らくですね、僕昔から映画を作ってるって話を結構してたと思うんですよ。だけどYouTube 上でその映画に対する情報というかね、その後どうなったんだみたいなことを話できてなかったので、少しね報告をしたいかなというふうに思ってます。で、何個か前の、YouTube 上のね動画で過去未来通信の、30秒のプロモーションビデオをアップロードしてありまして、でそれ見た方はこういう雰囲気の映画作ってたのかなっていうふうなことが、分かると思うんですね。で、大体37分ぐらいの作品なんですけども、中編ですかね、時間でいうとね20分以内が短編って言われてるので、映画の世界ではね、それ以上で、1時間超えると長編だったりするのでね、中編かなっていう感じぐらいの時間なんですけれども、過去未来通信っていうタイトルなんですけれどもね、未来の話で、物語の世界としてはね、未来の話で、通信の中だけでね、通信の中だけでは過去と未来の自分同士が会話ができるっていうね、テレビ通話ができるっていう架空の世界、 SF ですね。 SF のジャンルで言うと SF の、SF ドラマっていう感じのね、お話になります。あんまり僕難しい小道具とかねそういうのあんまり好きじゃないというか得意じゃないので、本当に映画の中で使われている小道具っていうのは本当にシンプルなもので、ノートパソコンね見ながら、主人公の男の男性の方がですね、未来の自分と通信をするっていうお話なんですけれども、僕の中で結構よくタイムスリップものの話ってあるじゃないですか。もう昔から王道でタイムスリップもののね映画ってあると思うんですね。自分が過去に行っちゃうとかね、未来に行っちゃうとかね、バックトゥーザフィーチャーなんかねすごい有名だけども、かなりね昔の映画ですけれども、もうその時空を超えて、誰かが来てしまうとかね、誰かが行ってしまう、自分が他の時代に行ってしまうみたいな話ってかなり、題材としては多いと思うんですけども、科学的な観点から言うとね、その肉体が時間を超えるっていうのはちょっとありえないっていうふうに僕は思ってて、100% ないとは言えないまでも、そんなにねそうそうないだろうみたいな、その結構その映画とかドラマとか見てんと、結構簡単に人がね過去とか未来に行っちゃうわけですよ。でそんな簡単に行けるわけないでしょっていうのが結構僕の中でそのツッコミとしてあるんですね。でそんなわけないだろうっていうのを自分なりに映画にしてみた結果、通信上、データ上ね、データ上とか電気通信とかね、電気の回路上では技術的な話で言うとね、なんとかなるかもしれないっていうふうに思ってるんですよ。それも相当ね、超未来の話かもしれないですけど、そんなことができるとできることがあったとすればね、もう本当に SF なんでね、これはあんまり現実的な的すぎる話をしないで、ちょっと夢を見ましょうねって話なんだけど、その過去未来通信はいろいろと制限がある映画で、そのあんまりねその、過去と未来の通信ができるようになったんだけど、まだその実験段階の、実験段階であって、一般の人がね、気軽に過去と未来行き来通信の中でね、
過去と未来の自分で通信できるわけではないっていう、ような世界なんですね。というのも過去と未来の自分が会話をする、対話をするっていうことに対するそのリスク、歴史改変であったりね、そのあったことがなかったことになってしまう、未来を知った結果ね、未来を知ることによって結果あったことがなかったことになってしまうとか、なかったことがあったことになってしまうっていうようなね、その歴史介入に対するリスクがどれぐらいかがわからないので、まだそれをまあ実験しましょうという世界なんですね。でその実験段階の中で、まあ、モニターに選ばれた、モニターって言っても何人かいるんですけども、その何人かいる中のモニターに選ばれた、うちの一人が、今回の主人公っていう形で、物語が展開されていくっていう話なんですね。でまあどちらかというと、その過去と未来の自分が通信ができるっていう軸はメインテーマとしてあるんだけれども、まあ、そこが大道具、映画の中における大きな大道具で、大きな仕掛けの一つ でそこを中心とした周りの人たちの、まあ、ドラマのような感じのお話かなっていうふうに思います。まあ、ジャンルで言うと SF ドラマですかね。だから、そういう形になるかなというふうに思います。で、まあ、約2年前にこの映画を作ったんですよ。作ってで1年ぐらいの間は、いろんなコンペ出したんですよね。でいろんなコンペ出したんだけど、もう全部落ちちゃったんですよね。全部落ちちゃって、でそのいろいろその映画の上映って結構難しい面があって、例えばね、劇場公開一度でもしてしまった映画だとコンペに、出せないっていう条件があったりとか、まあなんかいろいろそのコンペのに出す側のルールがあるんですよ。でまあそういう感じがあったんで、まず最初にコンペの募集の方にね、応募して、でそこでうまくいくかいかないかっていうのを見て、まあ、その後劇場公開というふうに行こうかなっていうふうに思ってたんですけども、なかなかこれがね、本当にやっぱり世の中で映画を作ってる人って結構いっぱいいるんだなっていうことと、あともう一つはその映画作ってる人もたくさんいるんだけど、やっぱり専門で映画をね習ってきた人であったりね、専門で映画を作ってきた人たちっていうのは世の中いっぱいいるわけで、で僕みたいにそのまあ独学でその映画っていうか、まあ最初は映像ですけれどもね、映像のやるところから入って、自分で独学で映画作るようになるっていう風になる人っていうのは、まあ、なかなかそういうコンペなんかでは不利な感じなんですよね。もちろん初めて作った映画ですみたいなね、初めて作った映画でコンペ入選してしまう、まあすごいね、才能お化けみたいな人も世の中いっぱいいるわけですけど、まあ自分の場合はね、そういう感じではなくて、もうコンペ落ちまくっちゃったんですよね。はい、じゃあまあこの話次回に続きます。はい、じゃあ一回ここで失礼いたします。ありがとうございました。